んです。なぜ今日浅岡さんにお越しいただいたかと言いますと、それはですね、実はこの番組が48年ほぼデビューが一緒なんです、この番組と。あ、ね、この番組について一言全国の皆さんにお願いします。最終回ということでね、呼んでいただいて本当に光栄だと思ってます。はい、また、はい、お元気でまた違う番組をね、こういう感じの番組またやっていただきたいと思ってます。こういう感じの番組はもう落とし取ったら無理です。そうかそうか、そういうことでございまして、今日は最後までごゆっくりしてお帰りください。はい、今女優さんとして頑張っておられますが、皆さんね、さあいよいよ、はい、VTR でもってこの12年間の歴史を振り返ってみたいと思います。